おはようございます。おはようございます。皆さん、今日は今から朝ごはんを食べようかなと。思います。さすがにこれだけだったら偏りすぎてるかな。今日の朝ごはんは今日はたくあんをねつまみながら開始しようと思います。いただきます。たくあん、あらたくあん、ご飯欲しくなる。それ本当に。タンパク質、こういうの食べない、こういうの食べたい気分じゃないしな。みんないろいろ持ってきたよ。たくあん以外もさすがにやっぱ偏るから。納豆、これめっちゃ好きなの。これマジ美味しい。チーズ、
で納豆とねたくあんはもう合いますよ。チーズはデザート。えいっ、うわー、久々に納豆食べるかもしれない。あ、もうこの感じが久々だわ。うわ、懐かしい。納豆懐かしい。でもやばい。はい。混ぜ混ぜ。うわ、ご飯食べたい。そう、私案外辛いの行けるようになったけ。からしもねつけて食べるようになったね。懐かしい。納豆がめっちゃ懐かしい。あんま納豆食べんけ。朝から納豆食べ納豆健康じゃん。走るよみんな今日この後エネルギーつけていかないと。私はミュウです。うん、でもちゃんとしたご飯食べたいね。でもやっぱなんか健康的な。
でもなんか買うのがめんどくさくない？ご飯買うのめんどくさくなっちゃう。もうなんかいやってなる。最近というか昨日から。私はもうね、絶対になんか寄ってスーパーとか寄って帰る人なんだけど、寄るのもめんどくさいし買うのもめんどくさいし、もういいかなみたいな。そうだからママに言おうかなとも思ったんだよ、なんか買ってきてほしいもの。でもなんかママに言うのもなんかちょっとめんどくさくなってきたし、なんか納豆食べました。私の食ってめんどくさいからさ、総括、人生はめんどいのよ。麦ご飯とか食べようかな。じゃあよくない？それだったら。たくあんと麦ご飯、もうめっちゃいいじゃん。私今ね、ライ麦パンが家にあるんです。この間買った。この辺にしときます。喉乾いた。お水しかない。お水大事。ライ麦とは。ちょ、みんな調べて。今日クローズダイエットなかったんよ。朝起きて冷蔵庫見たらクローズダイエットがないってなった。いつもママがね買ってくれてるんだけど、ジョギング始めるの
今日から始める。みんな今日からジョギング始めるよ。朝走ろう、朝。あ、やっぱ夜は、夜も好きだけど、ちょっと朝走るのもいいかなと思って。寒いけど。いつも寝ちゃうじゃん、この時間すぐね。やっぱいかんなと思って。これさ、どうやって食べるのが正解なんだと思う。私いつもね、どうやって食べるんだろうって。ちょっとこれいつもね、よく書かないんだよ。適当に。うん、うまい。そう、これちょっとほんのり甘いんですよ、いちごの。うまい、それがめっちゃ美味しい。あんま売ってないかも。ちょっと待って、ちょっと待って。そう、いつもね寝てたじゃん、この時間。いやもうほんと寝るのがいかんなと思って、ちょっと代謝よくするのかよく分からんけど、まあ健康体に。朝、まあ、なんか、走りに行った方がいいなと思って。夜走れないから、なんかいろいろさ、ショールームとかやったらさ、走りに行けないじゃん。だから夕方とかに行くのもちょっと違うじゃん。朝から行きます、ジョギング。そう、食べた後にね寝るのが本当に、食べた後すぐ寝るから吸収しちゃうんですよ、体が。たくさん蓄えちゃうの、栄養。配信走るね、昼寝そんな感じ。走るのは得意か分からん。得意って何？そう、短距離タイプ私。ん、初見のみやさん、こんにちは。ありがとう。
ラストのラスト食べます。じゃあなんか私普通のなんかチーズあるじゃん、チーズのこういうさなんか6ピースのやつとかさ、裂けるチーズとかあんまり食べれないんですけど、あんま得意じゃない。ちょ全然、給食に出てたチーズ、給食にチーズなんか出てたっけ。今度ジョギング配信、まあ、あのカラオケ、間違えた、あのラジオ配信ができたらいいのにね。さすがになんか映像を出しながら無理だから。ごちそうさまでした。走った、よし寝るか。ちゃんと走りに行ってこようか。大丈夫、もうなんか着替えるのもだるいもん。俺は寝るよ。やだやだ、みんな頑張ろう、頑張る。この後パン食べようかな。パン食べてから行こうかな。健康的にパン食べてから行こうかな。パンぐらいならいいかな、食べて。主食だよね、主食必要だよね。
この後走るのね、全部パーになるみたいな感じになるけど、全然パーにならん。走ったとて。いやもうあとパンとスパゲッティとスープだけ、もうやばい。どこから出てくるそれ。作ってくれるんか。怪我をする可能性。いや怪我しない、大丈夫よ。サラダも食べ、もうそうだね、ちょっと健康的なものはいっぱい食べていかないと。あ、こうやって太っていくよ。まあサラダだからいいかとか言って、そう食べたら終わりよ。終わり。じゃメディケット。これなんか人、あ、マック行きたい、マック行こうかな。終わる終わる、もう帰りにマック寄って帰ろうかな。マック寄ってマックフルーリーかなんか買って帰って飲んで寝る。二つもやだー、私キットカットは興味ない、オレオにしか興味ない、オレオしか勝たん。何の目的で走る、食べるために走るんだよ。ご飯を食べるためにために走るために走るんだよ。マックグリドル食べたい、食べたい、食べたすぎるんだが、マックグリドルは我慢する。でもオレオは我慢しない、マック行くために走る。いやほんとそう、マック行くために走るようなもんよ。あでもなちょっと10時ぐらいだったらよかったな、走る時間。今からすぐ行ったらさ何もやってないじゃん。ちょっとドンキ寄りたかったのにな。ドンキ行きたかったな。早朝のドンキ楽しいよ。一回ね学校がね朝だけあった時にね行ったんですよ、まだ開いてなくてみたいな。ドンキ24時間、あ、そう24時間じゃないんですよ。ピヨコちゃん、だるま、ありがとう。その際だ。え、そうなん？社員の人が曲作ってんの？どんどんどんドンキー、ドンキーホーテー、これ？いい
つでもどこでも激安ジャングル。ジャングルだ。これ？そうでしょ。走らなきゃ食のために。走らなきゃ走らなきゃ女の子だもん。恋をすると走りたくなる。全力疾走。あーちょっとそれっぽい、それっぽい。あーもうバカ、これ入れてからしないと。バカ。お金持って走るの、お金持って走るほどのお金持ってないんだよ今、金欠だから。お小遣いをもらわないと。もう電子マネーなんか持っとらんよ。あれこれ、あれこれ、これってこれ合ってる、こっちで、あれあれこれ行こないじゃん。ちょっとあんまよくわかんないから、いや はい、じゃあもうね、7時なので終わりたいと思います。スイカあるよ。スイカないよ。そんなスイカなんて、スイカなんてくださいな。私にスイカをくださいな。はい、そして今日はなんとですね、今日今多分配信してる、今も配信してると思うけど、してる？なんと池田ちゃんのお誕生日でーす。ダンダダン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 、おめ、お誕生日おめでとう、ゆうちゃん。今も配信してますか？やっほー、ゆうちゃん誕生日おめでとう。ゆらちゃんとはいつもね、スタジオ、ミニスタジオなんだけどね、ゆらちゃんは。まあでもスタジオ、ミニスタジオとね仲良くさせてもらって、まあ、まだあんまりなんかいろいろ一緒にやったこととかはないけど、でもね、ヨラちゃんとはなんかちょっとヨラちゃん面白い子だなみたいな感じで、いつもね私は陰ながらいつもごっそりと見ているので、あ、めっちゃ怖いね、そこで聞いたらめっちゃストーカーみたいな陰ながらこっそりとじっくり見てるので、はい、これからもね、まあ、2期生のみんなのことをね密かに見ていきたいなと思うんですけど、本当ゆらちゃんはなんか面白い面白い方だなって、そう、なんか人前に立ったりとか、人前に立ってっていうか、なんかすごいおとなしそうに見えるんだけど、でもメンバーと喋った時はめちゃめちゃなんかおかしな、おかしなことしだす、かわいい、もうそういうちょっと不思議なところ、不思議な子ってやっぱすごい才能持ってたりする。だからもうめちゃめちゃベロボーに歌もうまいし、ダンスもうまいし、無敵じゃね。まあこれからもたくさん成長していってくれたら、 ST48 で成長していってくれたら嬉しいなって思います。
ありがとうございます。で、いいえ、ごめんね、逆に昨日さ、お誕生日おめでとうって遅れなかった遅れなかったや、寝てた、ごめんねピュン。そう、あ、そうだ、連絡先まだ交換してないじゃん、もしかして。あれ、あ、そういうことだからか、連絡先交換してるよねと思ったんだけど。変えたの携帯なんな、じゃあよかったよかった、じゃあセーフ。ね、またあやく、あ、こないだあったじゃん、りあちゃん、まああったけど、まあ、またスタジオのね、集まりとかであったらその時にでもよろしくお願いしますふふふ、教えてね、君の新しいキャパイ12、12かな、12、12、12。仕事か。iPhone、iPhone。あ、はい。では終わります。皆さん。13位おとやん、12位しんくん、11位ロコポコさん、10位パーメンテージさん、9位ふうさん、8位ふっさん、7位夏みかんさん、6位ポンタ、5位なおなおさん、4位プリンセスモンヤ、第3位がスノーヒルさん、ありがとうございます。第2位がモーさん、ありがとう。そして今日の第1位が元気くんです、ありがとうございます。今日も朝から皆さん見に来てくれてありがとうございました。今日は朝ごはんをね食べてたんですけど、納豆とたくあんとチーズっていうね、パンを食べました。今から、走りに行ってこようと思います。外寒いかな、寒いよね、ロンティーで行こうか、ロンティーで行こう。皆さんもちゃんと朝ごはん、朝昼夜とね、ちゃんと朝ごはん、日本語、朝昼夜とちゃんとご飯をしっかりとってください。健康体の体をみんな一緒に作っていくよ、しょう。はい、私はマックまで走っていきますマックまで走って、マックまで走っていきます。ちょっと遠めのマックまで走っていくねじゃあ皆さん、お疲れんこん、また明日、あいちみ、今日はひろやんさんと IXSA さんとひろまちさんのお誕生日です。みんなお誕生日おめでとう、今日という日に生まれてきてくれてありがとうございます。イエじゃあね、
again。